北海道では平地でも雪として降っているところがありますではいただいているリポート北海道札幌市のハリーさん雷が時々鳴って湿った雪が降っていますということです道路にも積もっていて足跡もね、えー、ついてますがちょっと深めなようにも感じます1センチぐらいは積雪がありそうですね では空ョンの方でいただいている積雪の状況です札幌市付近も道路にうっさそして芝生にうっすらという情報もいただいていますその周辺では道路にしっかりといった黄色のご報告も見えますね 今も雪として降っているところが多いですが、はい、今後の情報としてはどうでしょうか。そうですね。えっ、ー、と北海道は内陸部ですとまだね日中も積雪の可能性があるんですよね。うんはい、こちら現状の雪雲まずご覧いただきましょう。えー、現在北海道内は日本海側で特に雲が強いです、はいで。札幌付近にも引き続き雪雲、雨雲が流れ込み続けている状況です。はい、あこれはね冬型気圧配置で上空に強い寒気が流れ込んで でいるためなんですけども雪の量ここがあこれがね8時現在の積雪芯です札幌市中央区では1センチの積雪を観測しておりますまあ、今シーズン初めてのこの市内での積雪ですまた旭川市内でも今2センチの積雪を取っているほか 多いところはですね内陸部5～6センチぐらいの雪がすでに積もっています。で、この後北海道内は上空の寒気の影響が続く見込みでして、北部や内陸部を中心に雪の降りやすい天気が続いていきます。で、夜になって気温が下がってくるとまた札幌市内でもしっかりと雪が降ってくるものというふうに見られます。で、どれぐらいの雪が積もるのかこれが 午前9時以降今夜までの予想積雪震になります、はいえー、ご覧の通りですね内陸部ですと薄い青が5センチ以上、まあ、山沿いまで来るとね10センチ以上積もってくる予想ですこの標高の低いところでもに北部内陸部中心に積もりそうですので、はい、引き続き道路凍結足元などには十分お気を付けください、はい 明日の朝にかけても気温低いところが多いですからねこの先も注意をしていただければと思います最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます